こんにちは、スイートルームのみかです。誰でも簡単に思わずハンドメイドがしたくなるような動画を公開しております。いつかお花を使ったハンドメイド教室を開きたいという方のご参考になれれば嬉しいです。はい、今日はですね、シーリングスタンプをまたね作ってみたんですけども、こちら以前と何が違うかっていうと、グルーガンのグルーを使ってシーリングスタンプを押してみました。こういったねラメが入ったグルーを見つけたので、これを使ってですねシーリングスタンプを押してみました。ワックスよりかはすごい押しやすくていいなって思いました。ちょっとラメが入ってて半透明なので、絵柄がね見づらいなっていうのが感想です。この色でゴールドとかもあるので、それでもねやってみたいなって思いました。はい、とっても簡単だったので本編ご覧ください。それではグルーガンを使ってシーリングスタンプを作っていきたいと思います。ダイソーでねこんなカラフルな、そしてラメが入ってて、しかもちょっと半透明な感じのねグルーを見つけたので、シーリングスタンプ作ってみたいなと思いました。これを使ってねやっていきたいと思います。ちょっと白いねグルーを全部足し切っていきたいと思います。同じところにブチュブチュブチュっと出してもらって、で伸びるのでそのままねその上でくるくるくるって巻いてもらって、力入れてグッと押します。透明なグルーはこんな感じでできます。これも可愛いですよね。あ、黄色がちょっと出てきました。しっかり出てくるまで、でします。外すと、外す時がね硬いですね、普通のワックスに比べると。ちょっと破っちゃうんじゃないかなって心配になります。キラキラしてて綺麗です。はい、それでは黄色を作ってきます。まっすぐねこう絞ります。でくるくるくるっとね糸が伸びないように回してもらってグーッと押します。ちょっと固まるのはやっぱグルーの方が遅い気がします。すごい弾力があるので押しやすいですね。ローの場合はふにゃってしてるので、なんかどこまで押していいのかなってこう迷っているうちに固まっちゃうような感じですね。ちょっとね柄が見にくいですね、こちら。いろんなパターンね、してみたいので。で、くるくるっと回して、ぐっと押してあげる。このグルー押すとき、こう横からふわーってラメが出てきてめっちゃ綺麗ですよ。ちょっとね、絵柄が見にくいなっていう感じがします。赤いスティックのものをやっていきたいと思います。おお、くっついてしまう。ハートができました。これが赤色のハートです。それではどんどんね作っていきたいと思います。
と。で、ちょっと見にくいかな。バラかわいいです。なんだこれ、文字がね、すごく見にくいですね。ペロ。これがちょっとピンクとオレンジが混ざったものです。でこれがピンクです。可愛くできました。キラキラしてるんですけども、柄が、あ、わかるかな、文字が書いてるんです。角度で見える感じですね。はい、黄色は文字3で、バラとかだとわかるかな。あ、この角度でね、絵柄がわかりますね。はい、それでは皆さんも作ってみてください。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただけると嬉しいです。